ラメ。さあ、そして素早く連続攻撃をしたい。さあ、今度はダブルアームも、いやまたパイロットライバー行かせない。ガンスタンも行かせない。今度は今度はどうだ。20分を超える激闘、勝ったのは石井智弘です。ニュージャパンワールドナウ、今回のゲストは楊選手です。あ、楊です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 7.27 の後楽園公開を終えたんですけど、はい、ずっと気になってて、はい、ケイオスの先輩方がリーグ戦、公式戦多かったんで、自分でですね、デザインしまして、自作の、はい、ケイオスのメンバー入れて、フライヤーみたいな、で今日の対戦カードもこれ入れてみたんですけど、入ってますね、はい、そういうね、一応ケイオスの一員なんで、応援しようと、ちょっと自分を、ね、盛り上げようと思ったんですけど、めちゃくちゃ全くね、このスペース全くこう目立たないっていう、このナウで、ナウ、まあ確かにね、それで少しでもね、はい、伝わっていただきたいんです。すごい、一人実写じゃない方もいたり、はい、メガネの石井選手がいたり、そうそう、スタッカーもこれね、まあ今日着れないっていうね、今日だけ、そうですね、今日のために最新カード、この日のためだけだったんで、まあ、どうしようかなって話になってますよね。アーティストのメンバーこんなところで、すごい。誰かに差し上げに行っても大丈夫なんで、え、そうなんですか、はい、欲しい方はたくさん、ね、そうですね、いると思います、はい、それとエイブリで結構ね、はい、高値で売った矢野さん、名前も入ってますから、矢野さんに相談します。はい、今日はそんなね、ケイオス T シャツを着た楊選手もね、応援しながら解説されていましたけれども、はいはい、メインが石井選手対タマトンガ選手でした、はい、いかがでしたか。いやもうすごい試合っていうか、公式戦っていうか、まあトータルでも全部良かったですね。プロレスすごいなと思いましたね、はい、もう最後の本当ぶつかり合いというか、あれでね、やっぱ解説とか言ったんですけど、ガンスタンですね、こう徹底的に防いだ石井さんがですね、まあちょっと最後の攻防でね、数値を決めたのがでかかったですよね。そうですね、本当フォークを語らない石井選手ですけど、うん、過去2回敗れていたそのガンスタンを徹底的に対抗していったというか、はい、トンガ選手もね、自分の持つ力っていうかね、120% ぐらいでぶつけていったんじゃないかと思いまして、結構心揺さぶられる試合でしたね。でしたね、はい、セミでは後藤選手対アーロン・ヘナーレ選手が行われました。はい、いや、後藤選手も盤石ですね。後藤さんかっこいいですね。僕は個人的な話なんですけど、自分の部屋に後藤さんのカレンダー飾ってるんですよ。あ、それはたまたまめくったら後藤選手っていうのじゃなくて、後藤さんのカレンダーずっと一年中後藤選手、あ、もうカレンダーもうずっとそのままにしてるんですけど、はい、後藤さん一番あれ、一番好きなんです。好きなんですか、はい、ケオスの中で。いや、プロレスラーの中で。そうなんですね。実はなんですよ。どこが一番好きですか。いや、だからもうかっこいいですか。そう、はい、かっこいいですよね。ここぞという時強いですし、はい、でも男みたいな人が、いや、かっこいいなと思っちゃうんです。はい、なんで僕の今パルコアロー式の牛殺しの人が、後藤さんをリスペクトしてる。そんなところにも好きの気持ちが出てたんですね。リスペクトはそうです、これ今日の勝利はじゃあ嬉しいです、ね、いや、もう個人的にも嬉しいですしね、はい、あとこの本当に後藤さんがね、優勝してる姿を見たいなっていう、はい、僕の方もファンの方も思われてる方もたくさんいらっしゃると思います、はいはい、そうですね。そして矢野選手対バッドラックファレ選手の試合もありました。ですね、でもあれでもう丸め込みっていうかね、もう抑え込みですからね、そう、3入れちゃえばいいんだなっていうね、こうルールを再認識したっていうかね、はい、160キロでしたけど、笑っちゃもう返せない、矢野さんでも返せないですからね。返せませんよ、でも潰れるしかないなというふうに思っちゃいますけど、はい、皆さんもね、いろいろね、あれこれね、策を練ってたんでしょうけどね、ただペシペシ頭固いってじゃないですか。あ、してました、ロープのところ、はい、最後、パレさんが帰るときにちょっと腫れてたんで、赤くなってたんで、あれ、あの方は効いてますね。 あれが一番効いてたんで、明日からもね、いろいろ試合あるでしょうし、多分頭全部湿布してる可能性ありますよね、はい、これからね、連戦まだまだ続
きますからね。はい、パスが全部シップになってる可能性もあります。シップになる可能性、はい、なるかどうか皆さんも、ね、注目していただきたいと思います。そして今回の公式戦ではオスプレイ選手、龍二郎選手、オスプレイ選手が勝利しましたということで、今ホストリチョク結構変わってきましたよ、うん、こちらになってます。 A ブロックは岡田選手が4点、そこにハリ選手が今日の通りで4点並びました、うん、そして B ブロックが J 選手の勝ち点4、ここは変わらずですね。 C ブロックが後藤選手が今、はい、4点取っている状況、うん、さらに B ブロックではオスプレイ選手が2勝を取りました、うん、3戦終えている選手もいれば出戦を終えたばかりの方もいたり、今回なかなかね、ホストリチョク違うので。そうなんですよね、はい、今日全勝戦したからって次、ホストリチョク違いますもんね。そうなんです、はい、毎試合必ずチェックしていただきたいなと思います、はい、今日のアーカイブもぜひご覧ください。そして次戦は7点の土曜日、愛知県体育館ドリフィングアリーナ午後5時から生配信があります。 A ブロックはトムローラー選手、ジョナ選手、大きいですからね。そうですね、怪物ぐらいのね、映像ですね、うん、ソーラーですね、うん、いやもう関節ですね、あらゆる打撃関節の切れ味ですよね、うん、はい、あと姿面白いですね。ね、どんな戦いになるのか、はい、まだ喋ったことないんで、ね、あ、本当に喋ってみる、どちらともですか。はい、B ブロックでは大川選手対真田選手、 B ブロックは高木選手対林玲選手、さらにメインはザク選手対棚橋選手があります。どれも濃いですね、多分濃い試合になりますね。選手がここで3連勝するのか、棚橋選手がまた勝利を挙げるのかという戦いになりますね。さあということで、本当にまだまだここから、はい、だってこう連敗からの連勝って楊選手、はい、経験ありますから。私もね、去年4連敗からの、はい、7連勝、ね、すごいことですよ。ねえねえ、連敗って結構ここから加速するのにもっと重要かもしれないんですよね。はい、2敗する選手もね、石井、ね、さんも本当にここからガーンって勝ち星をね、加速すると僕思ってるんで、はい、追い詰められたからこそ出る強さというの、なんか出るやつがあるんです。出るやつがある。いや、本気でやってるんですけど、追い込まれるとさらに出るやつがなんか謎のやつがあるんです。はい、ここからまた連勝を遂げていく選手がいるのか、ぜひご注目ください。次回の7.30土曜日午後5時から G1 をしっかりチェックしてください。今回は楊選手をお招きしました。ありがとうございました。